飲み屋で気があったからお持ち帰りしちゃった。お二人はどういった関係で？ユウさんに助けていただいたのです。おっさんがこいつにしつこくしてたから蹴飛ばしてやったんだ。それにしても素敵なお家ですね。ユウさんにぴったり、私もユウさんとここで幸せな日々を過ごしたい。あーもう好きにしてよ。じゃあ客間にお布団用意しますね。必要ないですわ、今夜は朝までユウさんと一緒。うわ、今夜は寝かせねえけどな。あん、はあ、昨日は大変だった。何をしているんだ？お、このみちゃんに洗濯物頼まれて手伝ってくれるの？うん、ありがとう。みんなは？このみちゃんとよりこさんは師匠のお散歩、ゆうさんは駅前に用事で、あとそのあさんはまだ寝てるみたい。あ、ん？あれ？夏服だ！そうだ、ちょっと着てみない？せーので見せっこしようよ。わかった。あっちの部屋で着替えてくる。いおりちゃん、開けるよ。せーの。うわ、そんな服どこにあったの？押し入れにこんなのもあったぞ。あったからって何でも着ていいわけじゃないよ。ただいま。まずい、隠れなきゃ。隠れる？なんでだ？誤解されるだけだからとりあえず隠れて。ごめん、こんなに狭かったなんて思わなくて。大丈夫だ。花火お姉ちゃん、どこ？あ、あれ、洗濯物。もうしょうがないんだから。あ、ごめん。待って、はなちゃんどこ？ここにもいねえな。お散歩かしらね。せっかくいいもの買ってきてやったのに。ダメダメダメ、私ったらなんて目でイオリちゃんを見てるの。体重乗せていいぞ、辛そうだ。え、いいから来て。イオリちゃん、花火、右手に何を持っているんだ？え、パンチ。うわ、なんだ、履いてるじゃないか。履いてるよ、普通に履いてるよ。おい、どこだ？靴があったからいるのは分かってるぞ。はい、ここだ。お邪魔だったが、あ、使う？そんなんじゃない。